渡米から2年にわたって住み続けたマンハッタンの高級マンションから、ついに引っ越すと報じられた小室圭さん、32歳、眞子さん、32歳、に異変が起きている。写真、小室圭さんの様子がおかしい、眞子さんとの同棲で、2年前とは別人。に、実は10月の中旬以降、どのメディアも小室夫妻の姿を確認できていません。どこに雲隠れしたのか、まさに行方不明なんです。在米ジャーナリスト、これまで2人が住んでいた部屋の契約期間は11月中旬で満了しており、21日からは新しい住人が入居できる状態になっている。すでに小室夫妻が退去しているのは確かだが、その後の行き先が全くわからないのだ。一体どこへ消えたのか。一部のメディアはマンションを引き払った小室夫妻がニューヨーク郊外の2億円の大豪邸に引っ越すと報じていた。しかし2人はそこにも現れていないという。近隣住民が明かす、少し前まで作業員が何人もやってきて、建物の隅々まで念入りに下調べしていました。てっきり小室さん夫妻が引っ越してくるので、その前に大掛かりな改修工事をやるのだろうと思っていたら、内装を少しいじっただけで中断しています。ひょっとすると新居の場所が報じられてしまったので、リフォームの途中で急遽引っ越し先を変えたのかもしれません。だから中途半端なまま放置されているのではないでしょうか。自宅だけでなく、 K さんは勤務先の弁護士事務所にも出入りしていない。業務の関係で首都ワシントンへ転勤した可能性も取り沙汰されている。正式な事例が出るのは早くても年明けになるので、すでにワシントンに移っているとは考えにくい。おそらく新居を知られないため早めに退去してホテルに移ったのだと思うのですが、どこにいるのか見当もつかないんです。前室の在米ジャーナリスト、小室夫妻よ、どこへ行ったのか。週刊現代、2023年11月に9日合併号より関連記事、小室圭さん、実はニューヨークでできる仕事がない、眞子さんと熟考の末にまさかの決断、では今起きている異変の背景について詳しく報じています。